はい、皆さん、こんにちは。テリオのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、今回お伝えしたいのが、静か御前ということで、皆さん、こんにちは。改めまして、普段ゲーム実況をしております、テリオンと申します。これまでたくさんの動画を投稿してまいりました。約ね、3年ぐらい実況等々させていただいているのですが、病気でですね、半年ほどですね、そういった活動ができていない時期がございました。ただ、ありがたいことにね、その間もチャンネル登録等をしていただける方がいらっしゃいまして、現在、190名を超えるといったような状況になっております。ありがとうございます。2022年の間にですね、チャンネル登録していただく方1000名を目指して頑張っております。病気の回復のためにも、さらなるゲーム実況の継続のためにも、皆さんのサポートをね、チャンネル登録でしていただけるとね、嬉しく思っておりますので、ぜひぜひ応援してください。はい、あとですね、ゲーム実況に関しましてはですね、もう2024年の2月まではですね、毎日18時ですね、投稿することが決まっておりますので、もう登録していただいたらね、18時ね、毎日投稿して、行く予定になっておりますので、ぜひぜひ見ていってください。で、まあ音声に関してはですね、2024年のね、バージョンですかね、最近の音声はね、結構喋りがうまくなって、喋りというかまあ、なんだろうな、歯切れが良くなってきたかなっていうね、言葉のね、感じがしておりますので、2024年の動画になってくればなるほど、言葉の歯切れがね、良くなってきてる気がしますね。まあ、滑舌かな?良くなってる気がしますね。うん。ということで、Hello everyone, my name is Terion. I am a game live. I posted a lot of videos so far. I have been playing live for about 3 years. But I was sick and couldn't play for about half a year. I am aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで、やっていきましょうか。はい。それでは、静か御前ということなんですが、まあ、まず、静か御前とは何者だという話になるんですが、静か御前はですね、源のね、義経ですね。あの義経の側室としてね、知られております。うん、側室なんですよね。正室じゃないんですよね。私もね、あまりね、静か御前のことをね、知らないんですけど、まあ一緒に勉強していこうという感じでやっていこうと思っております。で、まあ、その半生はですね、謎に包まれた部分が多い人物であるということで、まあ、そんなにはっきりしていない部分もあると思うので、まあ、しっかりね、分かっている部分だけでも紐解いていけたらいいかなと思います。さあ、まずですね、静か御前はですね、白拍子というものをですね、演じていたということが分かっているんですが、生没年など、その出自には不明な点が多い静か御前は、鎌倉幕府における、自責を記した吾妻鏡によれば、その母親は白拍子であった磯野善児、別称磯野善児だと伝えられているそうです。さあ、ここで出てまいりました。白拍子とは何だとかということなんですが、白拍子とはですね、平安時代の後期に発祥して、鎌倉時代頃まで入行した、歌舞かな?歌と舞と書いて、歌舞と読むのかな?の一種であり、それを演じる遊女のことだそうです。白拍子は、縦拍子と水管、これは水張りにして干した布で作った仮切りの一種をまとい、太刀を腰に履く男装で、まあ、男、女装の反対ですね。女性が男の格好をするという男装ですね。で、今よ、主に七五調四句で構成される新様式の歌謡を歌って舞う芸を生業にしている人のことを、白拍子というそうです。まあね、この、なんていうのかな、サムネにもなってる姿が白拍子だと思うんですけどね。非常にね、なんていうのかな、陰陽師とかのさ、イメージに近いよね、これね。なんとなくね、陰陽師とかのさ、アニメとかのイメージって、大体こんな感じのイメージな気がするんだけどね。まあまあ、行きましょうか。大和の国の磯野、現在の奈良県大和高田市っていうのかな。もしくは、讃岐の国小磯かな。現在の香川県東香川市出身と言われる磯野、前氏は、磯前氏かな。うん。自身でも白拍子として活躍しながら、京都の貴族のもとへ白拍子を派遣していたのですと。そんな母の子供であった静か御前は、その影響を強く受け、当代随一と評される白拍子に成長したと。まあ、静か御前自身も白拍子だったということですね。で、静か御前と源義経の意外な出会いとはということで、
貴族のですね、宴席などに花を添えていた白拍子、そんな彼女たちが身分の異なる貴族に見初められることは珍しい話ではなかったと伝えられていますと。白拍子のですね、静か御前と由緒正しい源氏の武将である源義経の出会いは宴席などではない少し意外な場所だったそうです。それは干ばつが続いた1182年、のことだったそうです。雨乞いのためにですね、静か御前は住吉神社で白拍子を待っていたそうです。これを見物していた源義経は、誰もが振り返るほどの美人であった静か御前に一目惚れ、自身の側室として召し抱えることになったそうです。これは源義経とその家臣たちについて書かれた軍記物語、義経記、まあ、義経記と書いて義経記と読むそうですが、それに記述のある、逸話だそうです。同書はですね、室町時代前期に成立したと推測されていますが、その詳細、な時期や作者については分かってはおりません。このため静か御前と源義経の出会いについても創作であると考えられているそうです。しかし静か御前はこのような伝説が残るほどに見目麗しい女性であったことが伺えるそうです。これはなんかね、小説とかではね、また違う書かれ方をしている小説とかもね、ちらっと見たことがありますね。なお静か御前にはさらに驚くべき伝説があるそうです。これは前日出発した住吉神社で雨乞いをする少し前のお話で、77代の天皇後白河法皇が雨を祈願するため、新千円、現在の京都市中京区の池に静か御前を含む100人の白拍子を呼んで回せたことがあったそうです。ところが99人目までが踊り終えても何の変化も見られなかった。つまり雨が降らなかったってことだよね。そんな中、最後の一人となった静か御前が舞うと、瞬く間に、国運が出現。それから3日間雨が降り続いたのです。雨女さんだったのかな。なんとも不可思議なお話ですが、このような伝承が語り継がれていることは、静か御前が白拍子としてトップクラスの実力を持っていたことの表れであると言えます。どうなのかな、その祈祷をするとかいう話はさっき出てこなかったと思うんだけど、まあでも、そういう役目もあったんだろうかな、雨乞いをするっていう、祈願するっていうね、仕事もあったんでしょう、きっと。さあ、最後の舞と歌に見る源義経への愛ということで、静か御前を側室として迎え入れた義経さんはですね、兵士討伐を掲げて繰り広げた屋島の戦いや壇の浦の戦いなど、源平合戦、別称、自称、寿永の乱かなにおいて、目覚ましい活躍を見せたと。実はね、私、あんまりね、その、この室町じゃない、あの、鎌倉幕府、に、至るまでのですね、源平の戦いっていうんですかね、あまり、実はあんまり詳しく知らないんですよね。割かとね、歴史穴が開いててですね、割かと偏って知ってる部分が幕末とかだったりするんですよね。まあ、それも小説の影響なんですけど、だから源平はね、あんまりそのね、背景がね、詳しくないので、なんとも言えないですけど、まあ、壇の浦の戦いとかは、まあ、有名ですよね。それにもかかわらず、次第に義経はですね、鎌倉幕府初代将軍で、義母兄の源頼朝と仲違いをするようになってきたと。これは義経がですね、頼朝の許しを得ずにですね、後白河法皇に官位を賜っただけでなく、兵士との戦いの際に身勝手な行動をしたことなどにより、義経の不興を買ったことが理由であったと考えられているそうです。頼朝にね、追われる身となって義経は、1185年11月、九州へ都落ちすることを決意したそうです。義経はですね、大物浦、現在の兵庫県尼崎市より船を出しますが、暴風雨に遭い座礁。吾妻教によれば、静か御前はこの船に同乗していたとされ、身を隠すため義経と共に吉野山、現在の奈良県へ入ったと伝えられているそうです。はい。5日間ほどですね、銅山、吉野山に潜んでいた静か御前だったんですが、その身を案じた義経より京都へ向かうように命じられたそうです。ところがその道中でですね、従者に金品を奪われ、金府千字座王道かな、現在の奈良県吉野郡吉野町にたどり着いたところで、僧兵に捕らえられてしまったそうです。その後、北条時政へ引渡された静か御前、引き渡された静か御前は、1186年3月、母磯禅師と共に鎌倉へ送られていますと。磯禅師でよかったかな。
名前がね、磯電子だったと思うんだけど、いいんだよね、多分ね、磯電子でね。まあ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 。磯の善治って読むらしいですね。ごめんなさい。磯善治って読んでましたけど、磯の善治ですね。母が磯の善治さんという方でございますと。うん。で、母の磯の善治さんと共に、鎌倉へ送られていきますと。同年4月8日ということで、1186年の4月8日かな。で、3月に鎌倉に送られて、4月の8日に静御前は、頼朝の妻の北条政子の所望により、白拍子を披露するように頼朝から命じられたと。あまり気が済まなかった静御前は何度も断りましたが、鶴岡八幡宮、現在の神奈川県鎌倉市に奉納するという条件で承諾したそうです。その披露の場ではですね、鎌倉殿の13人にも登場した伊豆の武士、工藤、助経が鼓を打ち、同じく武蔵の国、現在の埼玉県、東京都23区及び神奈川県の一部の若武者、畠山重忠が、土拍子を務めたと伝えられているのです。この時、静御前は次のような2つの歌を歌っているそうです。吉野山、峰の白雪踏み分けて、入り西人に、後ぞ恋しき、かな。吉野山に、降る、積もる白い、ごめんなさい、吉野山に積もる白い雪を踏み分けて、山の奥深くに入ってしまわれたあの人、まあ、源義経さんですね、が恋しいと。切ない歌だね。この和歌ってなんかいいよね。なんかやっぱこう、切ない気持ちを歌う歌っていうのはなんかね、なんというか、こう心に染みるものがありますよね。しずやしず、しずのをだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。せいせい、静か静かと繰り返し私の名前を呼んだあの人が輝いていた頃にもう一度戻れたらどんなに良いことだろう。基本なんかこう、ねえ、切ない歌になっちゃうんだよね。これを聞いた源の頼朝は激しい怒りをあらわにします。当初静御前は源氏を称賛する舞を披露するように命じられていました。しかしそれに反して静御前は義経を恋した歌を歌ったのです。義経と対立していた頼朝の前で義経を思う歌を歌った静御前は、どんな状況にもひるむことなく自分の意志を貫く性格の持ち主であったと言えます。静御前は頼朝に処罰されてしまうかと思われましたが、私が静御前の立場ならきっと同じことをすると北条政子が取り直したことにより命を救われたそうです。なんかね、静御前って平清盛ともなんかね、関係があったっていう話が、別のね、小説とかですね、なんか漫画とかで見たような記憶がありますけどね。そこら辺が描かれてはおりませんが、実はこの時の静御前は、義経の子をね、妊娠していたそうです。それを知った頼朝は、生まれた子供が女の子であったら除名するが、男子であれば、殺害すると、静御前に伝えたそうです。そして1186年、7月29日に、静御前は、なんと男の子を出産してしまいました。その赤子は頼朝に仕える家臣の手に渡り、由比ヶ浜に沈められてしまったそうです。同年9月16日に静御前は母と共に京都へ帰されました。その際、北条政子と娘の大姫はたくさんの貴重な宝物を持たせたと言いますと。結構丁重にね、扱われてますよね。普段は冷徹な性格だったと伝えられている北条政子が静御前にそこまでしてあげたのは、生まれたばかりの我が子から引き離されようとした時に大泣きして拒絶した静御前のことを気の毒に思ったからかもしれませんと。また静御前は京都へ戻ることなく、我が子を追って由比ヶ浜へ受水したという説もあります。いずれにしても静御前の最後について明確に記された資料は残されていないため、その真偽のほどは誰にもわからないということだそうです。さあ、この静御前ですね。なんとお墓がですね、日本各地にあるそうです。謎に包まれた部分が多い静御前の生涯ですが、静御前の終焉の地と言われる場所は、長野県、茨城県、兵庫県など十数箇所に及んでいるそうです。それの一つとして挙げられるのが福島県の郡山郡。ここにはね、義経の訃報に接した静御前が悲しみのあまり身を投げたという伝承がある
美女ヶ池や静御前を供養するために建てられた静御前堂というのがあるそうです。この他にですね、静御前の終焉の地として知られるのが新潟県長岡市だそうです。静御前は平泉、現在の岩手県、西岩井郡平泉町かなに落ち延びた義経を追っていた道中で病を患わったため、長岡の地で逗留、旅先などで一時的に滞在することを逗留というそうですが、そこで、逗留しました。従者たちが必死に、ね、看病したんですが、静御前はそのまま帰らぬ人となってしまいました。そして、静御前の霊を弔うため、従者たちには、によって小高い丘のふもとに伊織が作られたそうです。現在はその伊織があった場所には静御前の墓と石塔がね、建立されているそうです。建立でよかったかな、建立だね、建立されているそうです。ということでですね、非常にですね、静御前ね、謎が多い人物ということですが、まあ、これで全てじゃないんですけどね、まあ、一部静御前の人生をですね、足跡をたどってみたという感じですね。まあ、私の記憶ではですね、もっと前にね、平清盛とかと、関係があったりですね、頼朝とのね、なんか金合いとかもね、いろいろねエピソードがあったような記憶があるんですけど、そのあたりはですね、またどこかね、機会があったら語れたらいいかなと思っております。ということで、今回はですね、どちらかというと静御前の、まあ、その職業ですね、職業とより、義経との出会い、そして義経と、まあ、引き離された後に取った行動ですね、それから最後、このあたりがですね、主に語られているといったような流れでお伝えさせていただきました。ということでですね、また今度ですね、他にもお伝えしていける内容がありましたらお伝えしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いいたします。 Thank you for your watching. If you like this video, please subscribe to my channel. ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。ゲーム実況もよろしくお願いしますね。バイバイ。